2問目正解で、次3問目読みたいと思います。競馬全然読めへん。ついにはそのベールを変幻させるまでに至った。違いやろこれ作ったやつ。でもこれな、多分霜っていうのはポイントで、冷たいものな気がする。そのベールを変幻させるとか書いてるから、結構元々のものから変わるんちゃう。なんか多分ワックルなんで、一旦ちょっと店をね探したいと思います。ワックルあるじゃん。あった、いた。こんにちは。じゃあ、じゃあ一旦買いますね。野蜂蜜でお願いします。550円。あ、びっくりした。意外と高いだと思う。はい、というわけでこの商品正解ですか。正解です。イエーイ、踊りましょう皆さん。デンガーさんの方が早かったですよ。あとデンガーさん4つ買いました。あれあれあれこれ、はい、あのさん5個買うの。やべ、そういうこと言われたらちょっとね、ちょっとあれなんで、クレジットいけます。あー、ちょっと無理っすね。すいません、頑張ってください。ありがとうございます。写真ちょっとごめんなさい、今ちょっとあれなんですよ。盗撮だったら OK です。あ、盗撮だったら OK です。はい、盗撮ね。この問題の答えちょっと、はい、え、これ解いたらチヂミ買いに。あ、全然買うよ、それ。ありがとうございます。売り上げして全力でとこ。すげえ、すげえビジネス。やばいよ。1回1000円って書いてあるし、ここに1回1000円って書いてある。これ闇営業や、これ。まあ、一旦じゃん。ちょっと1回だけこれ企画やってるんですよ今。ついにはそのベールを変幻させるまでに至った。なんたらかんたらありさまであるはあなたたちの店ですか。せーの、正解です。あ、やだ、知ってた。ハグしてもらっていい。これだって1000円取られるやん。見てこれみんな、これやばない。このビジネス犯罪やで今。マジか。今大学生らこういうビジネスが流行ってるらしい。やばい。というわけで、じゃあ3つ目のねお題もらったんで見ますよ。もうここで見ちゃいたいと思います。ああ、兵馬俑の時世より詐欺とて、その代償として、なんちゃらやに犬かれし有様である。あ、ってことは多分なんか棒が突き刺さってるっていうことだと思うんですよね、多分ね。なんか箸巻きな、箸巻きじゃないこれ多分。一旦それを目星つけていきたいと思います。はい、普通にヒントの出会いました。そうそう、それしよ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 う。こいつな、出えへんのよ。あ、出た。さあ、今3問目なんですけど、ついにはそのベールを変幻させるまでに至った意味不明です、マジで。1999年の東京大学の後期の問題ぐらいわかんないっす。もともとは違う服を着てたんですけど、まあ最近違うような服を着るようになったっていう意味ですかね。なるほど、餃子か。わかりました、お疲れ様です。餃子ですこれ多分。なんでわかった。そのベールを変幻させるっていうのは、ベールって書いてるから何か包まれてるってところがまず餃子っぽいなっていうところで、その代償として何かに抜かれてるってところが餃子の店を特定するものやと考えて、24番から行こうか。これローラーします。ローラー、餃子ローラー作戦。24番。あのさ、はい、今ドフラミンゴチームから連絡があったんですけども、向こうは今3つ目だそうです。お、追いつきました。来たよ、いけるよ。勝てる、勝てます。勝てるぞこれは。ありがとうございます。いや、ごめんなさい、大丈夫です。大丈夫です。ごめんなさい。多分この辺に餃子の店があるはず。ちょっと待って。これ、ここちゃん、ここちゃん、ここちゃん。今、なんかクイズやってて、はい、そのクイズの答えがどっかの店なんですよ。じゃあ、いきますね。あるの答えは、この店ですか。せーの。今正解かと思った。正解かと思った。あ、残念。あと食べます。もちろん食べますよ。食べますよ。もう結構ええ値段するな。でもそんぐらい美味しいです。見たことないです。イタリアなのに。パリパリの。あ、そっちで。そっ
負けたら水の量を4倍の確率4倍俺だ。オッケーやります。本当はアイコも負けないんだけど特別特別特別ね。ジャンク男のジャンク。ちなみにメニュー決めてないですけど大丈夫ですか。まあトリプルやトリプル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 。いきますよ。最初はグーじゃんけんぽい。おーマウネー次だ。本当やったら負けそう。いや負けそうだね。やべえねこれ。何も見てないよ。いきましょう、はい、最初はゲッジャンプ。うわーいきまはい料金4倍でーす。やべえこれやここや。じゃあいきますね。問題読みは龍馬桶の時世よりありさまであるはこの店ですか。せーの正解です。だってさ、もうあれやもん、なんかあれするもんだって。もうだから仕込み感がやばい。はい、ありがとうございます。すいません。ということで、買います。ありがとうございます。じゃあ次の問題もらっていいですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。次頑張ってください。頑張ります。ゲットですね。ゲット、4つ目ゲット。長いわ、この企画この企画長い。平家、冷静に長いわ。ここだと思うんだよ、俺は。じゃあ一旦ね、腰巻き1本いただきます。それを言われ続けて、マジでお札がなくなってしまったんですよ。かわいそう。僕の財布、多分入ってないですか。これはもう、後輩の財布です。後輩から今、金を整理してます。というわけで、どうでしょうか。正解です。正解。マジで。4問目、いきますね。遥か古の時、火の沈む国より伝わりし、それは意味わからんけど、どういうことこれ。ゼーベック効果がわからへん。ゼーベック効果わかる人わからないということで、あ、もうカンニングしちゃうっていう何言ってんのって感じじゃない実際これさ、ゼーベック効果で調べる人理系以外におらんやん。おらおらなんだよ。お母さん理系ですよ。分からん、もうでも理系やけど、もうどんどん忘れていってるから、うん、俺なんか電話かかってきた。花尾さんちゃう。花尾、はい、電話さん、はい、どうされた。なんかちょっとさ、このまま行ったら結構終わる気配ないからはい、制限時間設けようかなと思って。あ、オッケーオッケー。4時5分にしましょう。この瞬間にお使いは終了って感じでしょう。あ、わかりました。オッケーです。オッケーです。はい。はい、では。はい、オッケーです。失礼します。はい。歩きながらスンに電話してっていう方向で行くわ。はい。もしもし。スンさん。ゼーベック効果がどういう意味かだけ教えて。はいはいはい。あ、わかった。わかった。ありがとう。これうどんや、うどんや、多分これうどんや絶対。なんでわかったの。え、だってゼーベック効果が多分温度差があるみたいな話なんよ。てかだ、あったかいものもあれば冷たいものもあるってことなんよ。あったかいものと冷たいものを選ぶっていうものってうどんしかない。お、だこれやって、本場の讃岐うどんやって多分。あ、かかってきました。もしもし。あのですね、今3問目で詰まってるんですけど、おー大きな声でピリカピリララ。あのですね、まあなんか何かしらのヒントをいただきたいんですけども。ヒントとしてはあれです、ゲールの部分のヒントです。なるほどね、確かに。ありがとうございます、わかりました。はい、わかった。ベールってことは多分衣がついてるってことだと思うんですよ。あ、チーズハットグじゃねえかな。てか理系関係ねえもん、もはや一見関係ないもん。すいません、はい。ゼーベック効果を生ずるまでにあるはこの店ですか。せーの、正解です。正解です。正解、やった、ほら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 、1枚300円です。
食べ、じゃあみうどん食べたい人。4、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 
カロンの飲む本質はアルファ1にグリコシド結合の集合で、つなカノモノの存在は廃棄です。盛り上がってんな、俺の声が全然通らへん。ちょっと待って、1にグリコシド結合やと何ができるんやったっけ、忘れた。来ませんか。毎年行ってるお化け屋敷。毎年お化け屋敷行ってる。多分ですね、チーズハットグだと思うんですけども、はい、どこにあるか分かんないんですよね。はい、やべえ、とかもうマジで時間切れちゃう、もうそろそろ。あれ？やばい、あと1分だ、やばいやばいやばい、ちょっと許してほしい。最後ちょっとチーズ、これしかない。フランクフルト、これしかない。そう。見切れました。750本。マジで？おめでとう皆様。すごいです。また明日お願いしますね。お願いします。失礼します。あ、マサ。あ、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 マサ。やばい。ピピピピピ。じゃあ俺らここなの？最後だけ、あの最後挑戦させてください。はい。最後だけちょっと最後のラスト。これしかない。もうここしかないんですよ。ここにかけてます本当に。あー、もう待ちます、もうちょっと待ちたい。ごめんなさい、ちょっとそれは許してください。結構かかります、もう結構かかる。もう何なら生の状態でもいい。こういうね注文なんですよ。兵馬俑の受精より犬かれし有様であるという文章を、多分これこれだと思ったんですよ。なのでもし心当たりがあれば正解と言ってください。このお使いの答えはこれだと思います。違いますか？正解。よっしゃー。知らんけど、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 あざっす、あざっす、あざっす。ということで、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、むずすぎだろ。いや、むずすぎる相当。いや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 、なんかくすってか、理系っていうか、もはやもうただの中二というか、ただの歴史というか。いや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 、もうだから、全教科大事みたいな。そうですね。だけど、はい、まあまあ、ということで、じゃ結果発表します。結果発表、まあ正直、5問が多かったってところもあるから。間違いだよ、ちょっとあの、ボリューム感がすげえ。ボリューム感すごかった、正直。ハッピーセールでしたね。じゃあね、今回はちょっと問題がね、多すぎたということで、まあ一旦正解数がね、多い方を卒業ということにしようかな。おー、なるほど。はいはい、なるほど。まあ結構それに関してはね、まあまあまあ、まあ、自信ありますよ。まあそうですか。まあまあありますよ。ではお互いどこまで到達できたか発表してもらいましょう。はい。チーム花尾の時間の数は、はい、2問です。おーい、なるほど。チーム伝賀、はい、お使いの数は4問です。わーい、マジすげえ。だから僕らは最後の問題を解いてる時に終わったんです。マジか、お前すげえな。いけたんですね。でもこっちは俺まず最初1問目の時にこれをもらいに行くっていう。あ、それでかい。これをもらいに行くって戦略、それでかいな。それ戦術取ってるから俺ら行くって。俺ら毎回見に行ってたから、あのどこに行ったか。そんなお前お前そんな冒険の人あるなら言ってくれよお前。ということでね、無事卒業できるのはね、伝賀さんだけでございます。ありがとうございます、ありがとうございます、本当に。まあ、こういうね、こともあるということで、はい、では、じゃあお疲れ様です。留年お疲れ様です。留年お疲れ様です。お前ら祭りいいんや、お前らも後の祭りでいいんや、お前ら。ちょっと、大阪城公園行こうぜ。そうですね、卒業式行こうぜ。俺、そういえばさっき剣買ったやつあるから、まだ残ってるから、もう一回楽しみに行こう。いいもん、俺は。